中学から女子校通ってて、ほう、スカウトさんに騙されてエンデリに回されたんですよ。麺おかずにご飯食べれるんで、あこんばんは。みほのです。お願いします。みほのさんですか？はい。お願いします。お願いします。どうしましょう。今お仕事終わり。終わって車で送ってきてもらってって感じです。今日2時。そうですね。2時ぐらいですね。いつもこんぐらいですか？いつも仕事は2時終わりぐらいで。ここってどういう地域ですか？ここはもう治安悪くてめちゃくちゃ、フィリピンパブとか外国人のキャッチとかが多いんで、一人で歩くんだったらちょっとやめた方がいいかもしれない。そうですね、ご飯食べるんですよね。ご飯いつも見てます番組、めっちゃ好きで。今日はどういったお仕事の感じだったんですか？今日は新規のお客様でしたね。2人今日少なかったですね、はい、昨日めっちゃ忙しくて。地元も長いですか？地元も、中学から女子校通ってて、はあ、名古屋の学校まで出てきてたんで、中高大全部一緒で。女子ですか？女子です。あ、大学も女子ですか？女子でした。でも1年で中退しちゃったんで。あ、大学は。そうですね、これ顔出ちゃっても大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。あ、はいはい、うちらの業種って多分無加工で出すことがないんですよね。いわゆるパネルってですよね。そうですそうです、はいはい、めっちゃ加工するんで。お家で食べるんですか？うん、お家での方がいいですか？どこがいいですか？お家行っても大丈夫ですか？大丈夫です。本当ですか？お邪魔します。ボーイズラブってですか？いわゆる中身を見たら結構エグいですね。あ、そうなんですか？はい、から、あ、これボーイズラブ。この辺も特に BL、 これは DV 系漫画で、これは DV 系漫画ってなんですか？なんか、かわいそうな女の子が出てきます。これなんですか？これこれはホストクラブでおろしたシャンパンですね。あ、これ持って帰れるんですね。原価分を払えば持って帰れます。中身水なんで。あ、これ水を頼んでるんですか？そうです。これいくらぐらいなんですか？これ多分30万ぐらいかな。これ水で？そうです。飾りボトルって言われるジャンルですね。あ、まあお金をこう払うためだけの、ためだけのあれですね。あ、そうなんです。でこれここら辺はビトンのシャンパンですね。あ、これビトンのシャンパンなんですね、これ。そうですね。ビトンマークなかった？あ、あったあったあった、ビトンって書いてあった。これいくらぐらいなんですか？これこれが多分70万これ70万なんですか？ぐらいですね。2本下ろしてミニシャンみたいにやりました、ね。これですか？これもですね。じゃあちょっとご飯、はい、食べます。ちょっと大体いつもこういう感じですか？終わったら終わったらここでバーって食べますね。テレビとか見ながら。炭水化物は炭水化物ですけど。炭水化物が好きですね。あ、炭水化物ですね。太ります。いただきます。うん、おいしい。麺おかずにご飯食べれるんで。あカップ焼きそばとご飯もいける。結構食べる方ですか、量としては。まあ、食べますね。その1回に集中で食べます。ほぼ一食ですか？一食かな。パスタのフォークじゃなくてお箸で食べるスタイルっていう、うんうん、
ったらフォークですけど、家では結構箸も持ち方悪いんでちゃんと持てないんで。一番好きな食べ物は何ですか？焼肉です。あ、焼肉なんですね。焼肉が一番好きですね。外食するなら焼肉がいい。肉の割合すごい高かった時あって、1週間に1回焼肉とかありました。普通にやっぱああいうシャンパンを下ろせるっていうことは結構稼げてる。昔は働いてました家出たのが19の春で、一人暮らしを始めたら寂しくなっちゃって夜食やってたんですけど、キャバクラとか、はいはいはい、でもまあ売り上げそんなね、19歳の子なんかないって感じだったんで、錦で。その時もホストクラブ行ってたのかな、行ってた。お金足りなくなって風俗行こうってなったんだけど、スカウトさんに騙されてエンデリに回されたんですよ。エンデリって知ってますか？違法なんですけど、業者さんがいて、ハングレとかの、うん、出会い系アプリとかを使って女の子になりすまして、遠行みたいな感じで、でも業者がいるからエンデリみたいな感じになってて、でもまあ風俗業界もそうだし、夜食に対して全く無知だったんで、その時は違法なのかも知らないし、何をしなきゃいけないのかも分かんなかったんで、はいはいはい、ただただ言われたことやるみたいな感じでしたね。社内プレイが多いんですよね。とにかく社内でお口でするとか、すごい怖いですね。めちゃくちゃ怖かったですね。でもそれが最初の体験だったんで、あのデリヘルがすごい安心しましたね車内じゃないって。あ、最初車の中でっていうのをずっとやってたってことですか？そうですね、ホテルの方が珍しかった記憶はあるかも。でその人にそのままデリヘル紹介してもらって、そう行きました。その時めちゃくちゃ病んでてメンヘラって感じでした。メンヘラこじらせまくって酔っ払って道路に出てたりとか、包丁持って喧嘩とか。ああ、それホストさんですか？うん、そうそう、懐かしい。そっか、さっきおっしゃってみたいに女子校育ちなんですね。女子校育ちですね。で、まあ割といいとこの育ちだったんで、私立中高大でお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんと私がどっちも中学から女子校行ってました。違う学校だけど。中高大でそのエスカレーター式っていうか、行けるところですもんね。子供に学費を結構つぎ込むタイプでした、うんうん、勉強させたりとか習い事とかは十分させてもらってたかな。今考えたら本当にありがたいし、私は何をしたんだろうって感じではあるんですけど、うん、親不孝って感じですけど、その時はなんか悲劇のヒロインぶってたんで、はあはあ、自分かわいそうみたいなモード入っちゃって。それ何が原因だったんですか？何が原因か、今は思春期多分思春期なお別特になく大したことない、多分。うん。でも女子校だと派閥はあるんですよ。はいはいはい、うん。いじめられてたってわけではないですか？ないですないです。ただめんどくさいってだけですね。ただ元気に過ごさなきゃいけないのがすごい苦痛でした。みんな結構ギャルっていうか活発で、その中で自分も馴染むために携帯とかでいろんな情報を仕入れなきゃいけないのがめんどくさかったですね。あ、その周りに合わせて、うん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 、大学入って1年目の冬に、うん、なんかもう死のうと思って風邪薬を何件もはしごして何日にもかけて、で120ぐらい飲んだのかな。親とかお姉ちゃんが家にいない時に自殺図って家で見つかって運ばれて病院で、でそれから私元気な子だったんで家ではそんな別になんか病んでる感じとかも出してなかったんで、なんかまさかうちの子かみたいな感じじゃないですか普通に。うん、それでもう、あ、出ようってなりましたね。おいしいでも厳しいお家だったんで、とにかく自分のしたいことを、したい格好とかメイクとか、じゃあ服とか好きなものを着るだけで否定はされてましたね。あ、みっともないだとか顔合わせたくないとか。私ピアス顔面バチバチだったんですよその時、はいはい、学生の時もう顔中耳中ピアスだらけで、もう鉄みたいな。で親がもう恥ずかしいみたいな、
ちゃんとしてくれって感じでしたけど、でも普通仲良かったんですよね、お母さんとかお父さんとも。反抗期もあったけど、うん、だからこそなんか自分のやったことに対する罪悪感が半端なくて、家を出る選択しか私には取れなくて、もう何でもやって生きていこうってなりましたね、今は。なんとなくは分かるですけどね、うん、やっぱそうなりますよね、うん、厳しいと反動でっていうのは僕 、うん、僕もそうでしたから、やっぱね、別に普通にご両親両親は優しいけど、やっぱなんか厳しすぎると変なね、弾けちゃうっていうのはやっぱあるっすね。それはありますね、うん、引っ越しする資金は、まあ、あんま言えないですけど、退入で出会ったおじさんに何とかしてもらいました。めちゃくちゃもう死にかけのおじいちゃんがおって78歳のお客さんだったんで体の関係は持てなかったんですけど、はい、ヌードモデルをしました。え、その人は写真を撮るのが趣味だったんで、1回30万1時間でヌードモデルをして、あれ、あのお金をいただきました。1時間30万そう、うわすごいですね。とりあえず家から出るためなら何でもしてましたね。ずっと女子高育ちなわけじゃないですか、はい、男の人とこう話したりするふうになるわけじゃないですか、はい、全くなくて、高校3年生も一人付き合った人いるって言ったんですけど、やってなくて、そっからいきなりそうできるもんなのかなっていうあーでも初体験も好きな人とかじゃなくて無理やりみたいな感じですね。大人に大人に無理やりでした。それはどこの時代の方ですか、そのキャバクラ。いや全然、他県に住んでる方でした。なんか普通に仲良くしてたんですよ、高校生の時はネット上で。大学受かったよみたいな連絡をした時に、お祝いするから名古屋まで行くわって言ってくれて、ありがとうって言って、うん、迎えに行った時に、まあ無理やりでしたね。でもなんかその時も無だったんで、こんなもんかで終わりました。嫌だなとかは、痛いなで終わりましたね、うん、デリヘル、うん、やってみて どうですか、楽しいですか私はお昼より楽しいです。あ、お仕事が好きかって言われたら好きに入ると思います。それは性的なことが好きだからとかではなくて、自分が頑張ったら頑張った分だけ結果が返ってくるのが好きです。うーん、要はお客さんに対して真剣に向き合えば向き合うほど、うん、お客さんもそれを感じ取ってよくしてくれるし、うん、サービスして終わりじゃないんですよね、うんうんうん、いろんな話もするし、個人的な話もするし、ここちゃんとできる子は売れるし、だから売れるチャンスってみんな平等にあって、顔が可愛くなくても売れます。うん、全然私可愛い方だと思わないし、可愛らしいかもしれないけど。最高いくらぐらい稼がれたんですか、月収。比例ですか、あ、月収ですか。2,300 かな多分。うわー、そうだった。SNS とかもトータルして知名度が高い子って看板になりやすいんですよ、うんうんうん、で私が多分そのジャンルランカーではない、まあ本指名ランキングで言ったらナンバー2ナンバー3らへんをうろちょろしてるけど、お店の顔として出せるよっていう。一昨年に1万3000人のアカウントで、次の去年が2万5000人ぐらいか、はい、で今年またゼロから始めて2000人ぐらいかなんですけど、毎年作り直すのが好きでめちゃくちゃやっぱこれ増えるんですか。増えます。あ、増えます、増えます。例えば東京にお住まいで名古屋に出張に来た時に、あ、なるほど、ね、読みたいと思ってたんだよねとかが多いです。ツイッターはこれ写真は結構加工されてるんですか。え、加工めっちゃしますよそうなんですね。もうプロです私はなんか自撮りのこだわりが強くて、パネル写真とかも撮ってもらったら、これを全部自分にデータ送ってもらって、全部自分で顔とか肌とか調整して。あ、自分が欲しいんですか。私はやってました、うん、で同じ顔で加工してって言って、この顔じゃなきゃ載せないでって言ってました、現実こんな感じっていうのを分かっていただけたら怒られたりしないですねお客さんには。全然違うじゃないかみたいな。怒られたことはないです。うん、愛想よくしてれば大丈夫だと思う。お客さんもみんな言ってるけど、可愛いか可愛くないかってある程度大事だけど、うん、愛嬌良くてサービス良かったら別にもう本当何にも気にしないって言ってるし、そんなもんじゃないですか。分かんないけど、高級店とか行くとめちゃめちゃ可愛い子いっぱいいるんで、本当生で見てもうわめっちゃ綺麗みたいな、うん、なんで皆さんそういうお仕事されてるんですかね。言い方はちょっと悪くなっちゃうんですけど、本当にいろいろですけどね。でもちろんスタイルもいいじゃないですか。整形とかブランドもの、うん、整形に自分に投資したいからが多分可愛い子たち多い気がする。
うん、で若いうちしかできないから若くて綺麗なうちに整形して、整形はしてるんですか？してないです。ああ、それも結構でかいかもしれないですね。ポイントとしては。まあ、おっぱい包茎じゃないよ、顔整形してないよっていうだけですかね。ああ、それはいいポイントだと思いますよ。その男からすると、はいはいはい。っていうのもあると思うし、まあさっき言ったようにうちみたいにホストクラブから入って今だったら同じ生活水準を保つためにこの生活から抜け出せない。うん、しお昼の仕事絶対したくないんですよ。いつでもやってないですか、そのお昼食って。バイトだけ。何されてたんですか？カフェバーみたいな、カフェと夜だなったらバーみたいなお店で、でも愛想ないし笑ってなかったです。何も愛想なくて、はいみたいな感じでしたね。うーん昼怖いし昼の方が怖いです私は。でもちろんその、うん、結構怖いこととか危ないこともあると思うんですよ、そういうお仕事されてると。ホテルとか限らずご自宅に行かれる場合もありますよね。行きます、結構やばいですよそう、なんか今までお風呂が汚いとか一番最悪ですよね。自宅でカビがめっちゃ生えてるお家とか。あ、そういうお家にもやっぱ行かなきゃいけないってことですね。行かなきゃいけなくて、あまりにもプレイができないような、まあゴミ屋敷っていうんですか、だともう NG できます。その瞬間に入ってもう汚いってプレイができないって判断したら電話かけて帰ります。あ、結局危ないことにありそうになったらお店の人に電話をすれば助けてくれるっていうのが一応あるんですけど、助けてくれないと思いますね私的には。だって今で言うとそういうニュースも結構あったりするじゃないですか。あります。お客さんが包丁を持って襲ってきたって言ってもその時点でコールをしたところでたどり着いたらもう刺されてるんですよね。そうですね。どうするんですかね、本当怖いものになっちゃったら、うん、どう逃げるかめっちゃ考えるんじゃないですかね多分。怒らせないように、逆上させないようにすると思います、はいはいはい、私だったら。だからその時はひたすら自分が泣く思いしても我慢しなきゃいけないと思ってて、死ぬよりかは刺されるくらいなら相手の言いなりになるしかないと思います。終わった後ぶっちゃけ店の人呼んであれこれすることはできるじゃないですか、うんうん、なのでごちそうさまでした。皆さん、あれですか、今後の、はい、もう夢っていうか、こうあるんですか、こうどういう。ない。全くなくて、生きれればいい。ああ、なんかもう、もう本当悲惨だったんで、過去が。病みすぎて。今は死にたいって思わないから、それだけでいいかも。幸せに。親孝行したいなって、そういう気持ちあるんですか？ありますよ。ただ、親からすればお前のせいでかも思ってるだろうし、幸せになってほしいとも思ってるから、親は私にね、私も同じ気持ち、幸せになってほしいなって、私がいなくても幸せでいてほしいと思って、レールに乗せてあげたいっていう親だったんですよ。なので間違ってほしくなかったんだと思います。間違えちゃったけど間違えちゃったけど、結果的には間違えてなかったかなって今思えるけど、ぶっちゃけホストクラブも興味はないんですよ。ただ寂しいから寂しさを埋めるだけとか、めちゃくちゃ好きだから付き合ってほしいからとかじゃなくて、じゃあ自分がお金を使えばそこで私の存在価値は見出されるし、じゃあお金を使うためにはお店で頑張らなきゃいけないから、じゃあデリヘルでもそうだけど、お仕事を頑張るようになる、お客様に認めてもらえるような自分になるってことで、全てがプラスに向かってはいきましたね、頑張ることによって。何してる時一番楽しいですか？楽しくないあ、何も楽しくないかも。あ、でも、たまに楽しい瞬間があるのかな。美味しいもの食べてる瞬間は美味しいかも、楽しいっていうか幸せって思うかも。なんでハムスターを買ったんですか？寂しいから。ミートなのね。うどんちゃんです。くんだね。どうでしょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、そうですか。あ、休みです。はい、そうなんですか。やめます。これどうなんだろう。もう10時間以上寝ます。最初の晩餐。私はよく喋るし、ノリがいい方だと思うんですよ。怖くもないと思うし、なんでノリよく喋ってくれるお客さんならいい。ああ、なるほど。
それだけで別に最初のちょっとそのベッドで座ってちょっと雑談みたいなのじゃないですか。あ、そうです。俺割とそういうの嫌だな、面倒くせえなと思っちゃうんですけど、やっぱそういうちゃんと喋って、そのせかせかされると、あ、せかせかされてはどうする。俺は私美乳なんですよ。めちゃくちゃおっぱい綺麗で、めっちゃ綺麗って言われてて、みんな言われるんですか、お客さんに。保険の教科書に載ってるおっぱい。めっちゃ想像しやすくないですか。どういうおっぱいですか。わかんないですけど、保険の教科書癖がないおっぱい。